大丈夫か？ジグルだ。頭部お帰りなさい。どうやら宴を逃したな。エイボル、ここへ座れ。休むといい。シグルド、頼む。神々の恵みね。おかえり。無事に揺るぎなく。それで探してたものは見つかった？ああ、見つけたとも。だが間違ってた。どうなってるの？これは、もう言い訳できないわよ。エイボル、ランビ、これはそのどういうことだ？皆を新たな未来へ導くために市長が戻ってきた。皆に言葉を。愛と揺らくに言葉は鈍り、我らが魂は誠の歌を奏で。いや、違う。皆は私のものではない。私が皆のものなんだ。思うままに生きてほしい。語れおのまで、言葉は風に。王林の酒掲げ、また手紙だ。
シグルド。ヘイボル、先に俺から言うべきことがある。ランビーと俺は婚姻を解消することにした。それは残念だ。いいんだ、俺たちは互いを敬愛してる。ただ俺たちの結婚は愛ゆえのものではなかった。和平の手段として結ばれただけだ。お互いを知らないまま結婚した。俺たちは違いを乗り越え、お互いの欠点をも愛するよう努力してきたが、うまくいかなかった。だからこうするのが正解だろう。だが今後も戦士団の仲間として共に成長していく。ならば喜ぶとしよう。みんなのためにも。二人がいないと定住地はこれまで通りに行かなくなる。どうも。同盟地図が見たい。ハムトン社、サクソンの最後の砦だ。警備も厳重よ。アルフレッドは戦の準備をしてる。激しい抵抗を覚悟して。向こうこそだ。グスルム市長は軍を率いてるのか。ええ、彼はウバと共にかなりの大軍を要して、じきアルフレッドに挑むつもりよ。手を貸せば、共にイングランドを手中にできる。ここはあまたの神々が闊歩する地に生まれ変わるわ。